頭のてっぺんに毛が三本、毛が三本っていうね、この歌がね、この鳥を見るたびに思い浮かぶんですよ。たげりですね。たげりはね、こちら兵庫県の内陸部北播磨という地域では、ある一定の場所というか特定の場所でね、何回か見かけたことはあるんですけれどもね、今回歩いております、私が一番よく歩いた、おそらく何百回と歩いている場所ですがね、初めて見ましたね。ということで結構衝撃的なね、出会いであったわけでございますけれどもね、貴公子とか貴婦人なんて呼ばれているそうですね。田んぼの貴婦人、冬の貴公子ですかね、まあどちらがどうか分かりませんけれどもね、そういった魅力をね引き出せたのかどうかね、後ほどねご覧いただきましょうかね。最後までご覧いただきたいと思います。このチャンネルはね、言いましたように兵庫県の内陸部からお送りしているんですけれどもね、そろそろ冬鳥がね、いろんなものがやってきてくれるんじゃないかなという期待を抱きながら歩いておりましてね、その一つベニマシコにもね、今回出会うことができておりますのでね、そうですね、頭高あたりはまだちょっと早いのかな。よくカワラヒワがいるようなね、桜の木の中にカワラヒワと一緒にいることがねありましたけれどもね、そしてね、ちょっとこのシーンをねご覧いただきたいんですよ。でモズがおりまして、そこにやってきたのがこれジョビコ先生なんですけれどもね、ジョビコ先生まさかモズに挑んでいったわけじゃないでしょうね。恐るべしですね、ジョビコ先生。怖いもの知らずというわけでもないんでしょうけれどもね、いくら縄張り意識が強いからといって、モズはね時々ヒヨドリとかツグミにもね襲いかかる時があるらしいのでね、結果的にはねモズの方がねどこか行っちゃいましたね。ジョッコ先生すごいな、本当にね。ということでね、冬鳥のシーズンが本格的になってきているんですけれどもね、気温がちょっと高いですか、皆さんの地域どうですかね。今日なんかも暖かかったですけれどもね、夏日であったりとかそういう日が続いてますかね、どうなのかな。なんかちょっと夏に限らずちょっと変な感じがしますよね、気候の具合というのかねこれダイサギかな、バランス取ってるけど大丈夫かね。落ち着きましたか、大丈夫そうですね。このねカモの仲間たちね、冒頭近くでもご覧いただきました、このヒドリガモであったりとか子ガモの姿をねよく見かけるようになりました。このねカルガモなんですがね、皆さんどう思いますかね、渡りガモのカルガモもいるんですかね。と言いますのはね、冬になるとカルガモの数増えてるように思えへんっていうね、そういった話をね野鳥を撮影されている方としたことがあるんですよね。ひょっとすると渡りでやってきているカルガモもいるのかな。その他のカモはねまだ見かけてはいないですね。別の場所ではねヨシガモであったりとか、他のキンクロハジロとかねホシハジロなんかも見かけてはいるんですがね、最盛期にはねこの場所でも少数ではありますがね、そういった鳥も見かけてもおりますがね、カモの他ではオオバンもねまだちょっと早いかな。これはおそらくマガモじゃないかなって思っているんですけれどもね、このモズ姉さんに出会ったのがね今日はラッキーでしたかね。
その日の中でね、これは幸運を運んでくれる鳥だっていうね、鳥に出会うことがありますね。そしてまあ自分で言うのもなんですが、ファインプレーなんてね、いうことがありますけれどもね、その直後にね、このベニマシコに出会っておりますね。一見、ホオジロがいるかなと思って撮影したんですがね、どうやら顔のあたりの様子が全く違いますのでね、ベニマシコもね、このあたりでよく見かける鳥ですのでね、特にセイタカワダチソウがね、種をつける頃になりますと、ベニマシコがね、そこにやってきていたのをね、よく見かけておりますね。そしてね、ケリが来たのかなってね、鳴き声を聞きながら撮影してみると、このタゲリであったわけでございます。この虹色に見える構造色がね、なんとか表現できないかなということで頑張ってみたんだけどね、この真ん中あたりにそのタゲリが飛んでいるんですけれども、見えますでしょうかね。この時カラスに追われていたんですよ。カラスってどうなんでしょうね、見たことないなっていうのがやってくると、突っかかっていくのかな、そういう習性なんですかね。まさかタゲリにまでねモビングをかけるとは思わなかったんですよね。2羽ほどカラスが近づいていったかと思ったらね、タゲリの方が逃げてしまったのでね、大変なところに来ちゃったよってね、タゲリが思わないでほしいんですけれどもね、できればたくさん仲間もね、連れてやってきてほしいなっていう気がするんですけれどもね、この場所は今まで見たことがないのでね、タゲリをね、間違って来ちゃったよっていうね、ことでないことを祈るばかりでございますけれどもね、めったにないチャンスをねタゲリがくれたのでね、そのチャンスを生かせないかなということで、静止画の方ね、こちら、ご覧いただいておりますが、一切加工せずにご覧いただいておりますのでね、その成果といいますかね、うまいこと言ったのかどうかっていうのをね、皆さんにご覧いただいてご判断いただきましょうかね。どうでしょう、正直言ってちょっと難しかったですかね。ということでね、ちょっとコントラストを上げて加工したのがね、こちらでございます。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。